はい、では行きましょう。聖なる炎を取りに7回まで楽勝です。そんなもん楽勝だと思う。そして鍛冶屋がオープンすれば武器を鍛えることができるようになるのかな。その武器を鍛えるようになれば倉庫も治るでしょうね。倉庫なかったら鍛えられる意味ないですもんね。やばい、危ない、大丈夫、危ない、トゥー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 、危ない、いやこれ危、死んだ、よかった、これめっちゃ危ないです。なんか変な動きしてくれてめっちゃ助かった。よっしゃ、危ねえ、やっぱ序盤危ないですよ、序盤ね、立ち上がり危ないからな。実はね、一番死にやすいポイントですよね、最初のホール。開幕で例えば3匹囲まれてるとかだと結構危ないですね。そうや、お金は持てるようになってるのかどうかも確認しておく必要があるな。お金持って投げたりっていうことができるかどうか。ちなみに前作はできなかったです。何気に初めてかな、お金落ちてたの。あと1階からゴーストっていうのも初めてですかね。ラリホーの杖、よし、とりあえずこれで安泰かな。まあやっぱ杖は強いので乗れますね。乗った状態で交換、これで持てますね。よし、次は220円でどれぐらいのダメージが当たるかを確認する。あー、投げる能力としては使えないですかねっていうことですね。だいたい例えば半分のダメージ与えるとか、そのまま、10分の1与えるとか、なんかいろいろそういうのはあるんですけど、今までもそういうのあったような気がするんですけど、お金はまあ投げてもあまり意味はないのかなっていう感じですかね。攻撃力っていうのはないと。杖ばっかやな。ちょっと武器防具欲しいぞ。未だ僕ゲーム始まってからパンを一度も食べておりませんが、まあでもそんなにこう敵きつくないな。強いて言うなら、まあ回復、こう足踏みでの回復はそんなに早くはないかなって感じなので、やっぱ薬草とか回復系の武器は、武器っていうか道具は割と重要になってくるかもしんないっすね。回復が遅いですよね。まあこれを遅いと取るか、こんなもんと取るかは人それぞれですけど、僕の感覚的には他のシリーズと比べたら、特に試練シリーズしか僕は比べようがないんですけど、と比べるとちょっと遅いかなって感じはします。序盤って結構すごい勢いで回復したりするんですけど、それがあんまり感じないですね。命の草飲みましょう。多分最大 HP アップ 10じゃない5ぐらい上がるんですかね。徐々に新しいアイテムも出てきて嬉しい限りです。うん、まあパンは余裕あるな、かなり。パンに余裕があるっていうことはレベルにも比較的余裕があるっていうことを指すんですよ。そのレベル上げができるってことなので、滞在できるっていうことですからね、簡単に言うと。お城のダンジョン4階、
あー敵変わったな。こいつね、横ね、横向きに寝るんや。ガチで寝てるやん。立ったまま寝てるとかじゃないんですよ。ガチで寝てる。そして怖いですね。これ起きないじゃないですか。起きとるんかい。それ強いな。鬼面同士出た、このパターン。いやこれまずいね。強えわ。まあガチンコ殴り合いましょう。イカズチの杖とか使ってもいいんですけど、ここはガチンコ殴り合いで経験値重視でいきます。おらだよね。じゃあおら、まあ、レーサーミニ四駆出てきてたやろ。これは迷路で、迷路で出ようたぞこれ。魔法的なこと、あーバシルーラですか。おう、イカツかっこいいやぞ。俺はスライムナイト強そうやん。いかにもええねええね。ドットが可愛いですね。なんかまたちょっとドラクエ、通常のドラクエとも違う、なんかちょっとなんかスリムなドットというか。うわ、分身したターンで攻撃してくるパターンや。これはお金ですね多分。あいつはなかなか面倒いことしてくれるやん。まあバシルーラそんなに嫌じゃないですけど。よしちょっと、じゃあまだボタン間違うわ。イカズチの杖なんて振っちゃって、はい、もう一丁イカズチの杖なんて振っちゃって、はい、すごいなんかイカズチというかサイレンみたいなブワー出てますね。なんか命のクーサー即飲み、うん、こう増えてますね。で、お、ですよね、ゴールドを盗むと、で逃げると倍速で逃げるということですね。 OK、 もう7回までこのモンスター構成かなと思いますよ。だいたいまあ3フロア4フロアぐらいで変わってくるようなイメージなので、パン1個食ったら50ですね。 OKOK、 それも確認しておこう。あとは満タンの時に食べたら満腹度、最大満腹度が上がるのかっていうのもちょっと確認をしておきたいところですね。ちょっとやってみようか。お腹いっぱいの時に押し込むと、あー上がりますね最大満腹度。パン全部食いました。楽勝でしょ。これが命取りになるとはっていうね。大丈夫大丈夫、さすがに大丈夫と思います。ここはちょっとナメプで試しときたかったんで。ただそんなには増えないですね。大きいパン食って2、小さいパンだったら1。だから本当にまあもう余ったらやるぐらいで、そんなに積極的に増やすメリットはないかなって感じですかね。5とか10とか上がってくるならちょっとありなんすけど、ただ3ぐらい上げとくことは割と大事だったりします。あのこう早めに食うと言いますか、パンを早めに食べたい時にですね、こう満腹度がもったいないじゃないですか。最大満腹度が、例えばやばくなる0になった時に食うのが一番効率はいいんですけど、まあ、同時にその瞬間に敵とかが来てたらパンを食べるのが遅れたりすることがあるので、ちょっとそれが致命傷になることも、まあ、なくはない。それを防止するためには少し上限を上げておくと、まあ、残り1とか2ぐらいで食べて 100分食べたらちょうどよかったりとかね。危ないな、この戦い方は危ない。武器も防具もここの時点でないってなかなか珍しいですけどね。いきますか、7回やからあと2回
ちょっと苦しいんですけど、まあ行こうか。HP だけが変に多いから、それでやれてるけどね。ここで本当は薬草も HP 最大の時に食っときたいんですけど、ちょっと装備がやわやわなのでちょっとやめておきます。丁寧に、はい、丁寧に確定ドロップですね、これは。よし、 OK、 丁寧に行こう。丁寧にでいながら思いっきり走ってますけどね。上手な方はもう ああいう走るみたいなことは絶対やらないんでね、こういうダンジョンシリーズはね。結構このウィンドウがあと邪魔やな、見えへん、文句が多い。透けてたらいいんですけど、なんかガチガチやから、これ設定変えれへんのかな。変えれないっすね。わりかしウィンドウが邪魔。意外とやってこないな。しぇ、ラリホー強いね。眠らせんの強いっすよ。完全無効やもんね。さあ7階、あ、もうこういう形式たどり着きました。聖なる炎を手に入れた。はい、武器防具なんもなし、間違いない。これこそが聖なる炎だ。何か俺をさせてくれ。もちろんや、やれや。倉庫の鍵が壊れてるって。はい、先に行って直しとくぜ。これで倉庫が直ると。はい、そういうことよ。で、鍛冶屋さんもオープンしますよね、多分。やはり同時でしたね。で、本来はこれ持って帰ってきたらね、武器は良かったんでしょうけど、お城の地下が不思議のダンジョンになってしまったんですって。なんかおっしゃって、いや、喋ってない。そう、何も言えないほど悩んでおられるので、このことは誰にも言っちゃダメよ。あ、そう、もっと先があるってことなのか。すげえ、スライムナイトかな、あれ。で、どんどんダンジョンクリアしていってるっていうことですよね、多分。はい、読まないですよ、セリフは。そんなに江戸さんの話をするんじゃなかった。大工の江戸さんが倉庫の鍵が直ったから修理ができるようになったって。鍛冶屋さんの仕事のスピードがすごく速くてね。はあ、はあ、はあ、はい、お布団行こう。寝たいわ、もう疲れとんねん。お、コックさんかな、これは。そしてお墓ですかね。なんて賑やかなお墓なんだろう。どこもかしくもお化けだらけだ。これじゃいつまでたっても師匠のお墓までたどり着けないや。師匠のお墓に何か用事があるのか。ストーリー仕立てていうか、前作は同じの何回も行かされたんですけど、いろいろなところ行かせてくれる、ちょっと嬉しさがあるな。できやしたぜ旦那、倉庫はやっと使いやすぜ。ダンジョンから戻ったら取っておきたいものや売りたいものは必ず冒険の書につけておいてね。はい、冒険の書にそれをつけるねや。おー、申し訳ねえでやすが、まだ完成ってわけじゃねえんで、倉庫の中がもうしっちゃかめっちゃかになってやんして、なんとか20個だけは置けるようにしたんでやんすよ。かかるのは時間だけじゃねえんで、材料が、その、材料と材料代。なんかちょっとお金がないのか。また大人の話してる。これではどうですか。1000ゴールドずつ貯まったらうちのトルネコがその度にお支払いします。いやいや、用ガス、それで行き足を、足もいっぺんにいただいてもすぐにはできませんから。1000円なんか余裕であるよ。倉庫を使うときはこっちよ。はい、倉庫と冒険の書はまた別なのか。あ、やっぱりこれなのか。はい、カウンターの青いノートのメニューが出るから倉庫にいろいろ選ぶタイトルを見せること。はいはいはい、もうそういうことだね。と持ってるアイテムの数が限られると。 OKOK、 今持って帰ってきたやつは、わあ、こっつメニューあるな、すごいね。アイテム売る。あ、いける、このチョイス式いけるわ。いらんいらん、全部いらん。一応ラリホンの杖だけ入れとこうか。え、出そうか、ラリホンの杖だけ持っていこうか。持っていけんのかな、次のダンジョンに。ちょっとわかんないですけど、お店なんてまだないもんね。その
1000円払うのはこいつか。1000円はい。でまた1回行ってまた1000円払うって感じだね。一気には受け取ってくれないですね。だから正直冒険回数が少ないごめんなさい、冒険回数が少ないと倉庫が拡張全然されないうちにクリアしちゃうこともありえるってことだよね。よし、墓場行っちゃいましょう。ダンジョン潜ってる？俺も昔よく潜ってもさ、懐かしいな。知ってること、あ、風教えてくれ、うん、風が吹く、強くなる、その最強の風が吹くと外まで、あ、やっぱり外までや、ほら外までになったわ。なるほど、オッケー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 、それは聞いときたかったことっすよね。お墓ってあなたも怖いですよね。そうですよね、お墓一人で行くなんて。パン屋を開くことにしたと。はい、美味しいパンを食べるとなんだか幸せな気分になりますよね。そんなパンをここで売りたい。めちゃくちゃ落ちてんで、ダンジョンに、地べたに。パン作りの秘訣が墓に刻まれてんねや。連れて行ってもらえませんか。連れて行く、あ、待てや、ここもか。トルネコという男はどこにおるのだ。このままでも目の前にいるけど、なんで言わへんねん、自分も。なんで言うてあげへんねん。気持ち悪いな。私のことなど気にせずどんどん先へ進んじゃってください。このダンジョンへアイテムを持ち込むことはできません。ぽい、持ち込めない方が僕としては楽。気持ちは持ち込めないイコール、そういう難易度的に持ち込まない、アイテムがないことが前提の難易度ってことになるから、持ち込めるダンジョンは当然今までの鍛えたものを持ち込まないと無理という難易度になってるはずですから。おろおろ、なしやん、ほっといていいねや。金縛りの種、何それ初めてやな。金縛りの草みたいなことと扱い的には一緒でいいのかな。力のためお墓っていう感じのちょっとホラーなミュージック、いいですね、こだわってんね。アイテムドロップ、音切り層初ですね。体力回復、おそらく10ぐらいかな。あ、10が、10じゃない、ごめんなさい、100ぐらいですかね。急にトルネコっぽい、ドラクエっぽい音になった。転調した。かわいい。いや、今回ちょっと武器欲しいよな。鎌盾とかじゃなくてもいいんですけど、要は見てない武器欲しいですよね。強い武器とかそういうこともそうなんですけど、見てないやつ。レベル3ぐらいまで持っていっとこうかな。一応装備やったらもうちょい気楽にいきますけど、やっぱ装備ないとちょっと怖いので、うん、ちょっと余裕は欲しい。なんぼ力は上がってると言ってもねえ。あと毒消し層は出始めてるから、毒食らう可能性っていうのも出てきてるんでしょうね。鉄化の盾、アストロンとかとか、モンスターに投げて飲ませると少しの間鉄になると。まあどちらかというと自分で飲んで緊急回避って感じでしょうかね。試しといた方がいいな。敵がその鉄になったら敵が逃げどっか行ってくれるのか、それとも鉄が溶けるのを目の前で待たれてしまうのか、これだいぶ違いますから。目つぶし、草の種類一気に増えてきたな。敵を目の前にして鉄になってみるっていう作戦、あかん。あー、でも諦めたわ。何ターンかはちょっとやろうとするんや。で、もう無理やっつって諦めんねや。そういうイメージですね。まあでも基本ちょっと距離は取れそうですね。最も追い込まれた時に持ってたら
まあそれじゃないとダメっていうアイテムではないけど、それしかなければ緊急回避できる可能性はまああるかなって感じですね。少しだけ距離取れれば他にやれることも増えるし、他のアイテムを使うってことも可能やし、投げたりするアイテムをこう利用することは可能なので、距離ベタベタだとやっぱね、ミスるとそれで終わりやから、空振り系のアイテムが本当に使いにくいんで、飲むっていうのはもう絶対に空振りはしないですからね。武器ねえな、まあいいか。こういうのありがたいわ、このこいつがを守りながら行かないといけないっていう、そっち系のミッションじゃないっていうのはありがたいですね。なんかモンスターにも思いっきりダメージ食らっとるわみたいなのがすっげーめんどくさいから、あれ系が何放送草ばっかりな、マジで。そういうことか、なんか学ばせるって感じなんすかね。さっきで言ったら杖ばっかでしょ、でここは草ばっか落ちてるから偶然かもしれないですけど、そういうことなのかなっていう。ちょっと落ちてるアイテムにこう色をつけてるというか、特徴をつけてるような感じは見える。明らかに草が多い、草の草ですねこれは。ですよね、もう完全にそうやな。じゃあまた7回ぐらいなんじゃないでしょうか。ということはあんまり気にせず行ってもいいような気がする。この草はめちゃくちゃあるんで、強い敵出てきたら草で倒すって感じで行きたいと思います。多分もうアイテム置いててもしょうがないし、そんな大事な草っていうのもないので現状は。そうや、あとその復活草みたいなのって今作あんのかな。あ、出た、マタンゴ、お化けキノコ出ました。力下げてきやがった。世界樹の葉とかそういう感じなんかな。その可能性あるな、そういう表記、世界樹の葉ありそう、めっちゃありそう。試練では復活ですからね。踊り出すってことか。少しの間くるくる回るぞ、くるくる回るって言われてもね、試しましょう。あー完全無効かやね。回りながらこう例えばね、攻撃をしてくるっていうわけでもないんです。完全無効か、目つぶしとかも完全無効化なんですけど、その場に留まるタイプではないので、動いちゃうし、こっちに自分がいる場合は、ダメージも食らってしまいますが、あれは完全無効やな。オッケーオッケー。理解しました。強いっすね。当たればですけど。非常に強い。いきますね。7回なのかなと踏んでますので、私的には。あとは武器が出ないことを考えると、そんなにめちゃくちゃきつい敵が出るとも思えないので、ありあり。問題はその特殊能力ですよ、危ないのはね。何かその、あ、ほっとんのか、あいつ。なんかあんなやつおったな、なんか試練でもおったような気がする。あの掘り寄るやつ、もうやたらめったら掘り寄るんだよね。だからさっき地形がおかしくなってたのか。そしてなんか移動がちょっとだけカクカクってなるんですけど、あいつのせいやな。掘っとる時に多分処理落ちが起こってるっすね。
なるほどね。結構わかるんですよ、このカクカクすることでモンスターハウスあるなとか。これも多分プレイヤーあるある。どこかでこう勝利落ちが起こってる時にね、わかりやすくこう操作がちょっと遅くなるんですよね。シュエ武器持たず結構強くなってきたよ。さあ6階まで来てる。階段見つけ底降りでいいかなと思ってるですね。よし、ここは私のお師匠のお墓です。愛する弟子たちで殴るばかりで師匠らしいことを何もしてやることができなかった。わしにはそれが心の声だ。だから眠りにつく前にわしからのささやかな贈り物として墓石に魔法のパンの作り方を記しておいた。魔法のパン、これでも僕も食べれるんかな、ぽいな。あの味を私がもっと広めていきます。最後はお師匠様の冥福をお祈りいたします。パンの神のお導きがありますように。さあ村へ戻りましょう。はい、オッケー。じゃあパン屋開いてくれるのかな、村の広場で開きますと。で魔法のパンっていうのを多分販売してくれる形ですかね。何かあったのかな、大丈夫よ。腹減ったな、こっちは。何も食べてんやん、これ、また。パン1個だけ食べたわ。お墓にも？そう。またどうせ行くから。大丈夫。どんどん行くんやから。一体どうなっちゃうのかしら。あんなとこに、あっち置くんや。マミーのほら、銅像が。あっち置くんかい。あのおじいさんが、大変なことになりました。次はなんだね。帰ってくれんかね。スタート押したら全部って言ってた。よし、はいよ。さあ次の問題はなんだね。お、兵士、王様が力を消していただきまし、王様がどうかなさったの。詳しくは大臣がお話しする。はい、ああ、そう、この拡張いいの、いいの、こう、もう、言ってもた。トルネコ殿。はい、何？大変なことになった？王様がお戻りにならんのです。はあ。こんなになく城を開けたことはござらん。これ、ダンジョン行っとんね、ダンジョン。ダンジョン行っとるよ、これ。兵士も数名消えておりますゆえ。おそらくは異変の原因を探るためお出かけになられたと思い。なるほど。はい。王様はこの城や村に起こった異変にずっと頭を悩ませておりました。そこで私はある一人の老人とこの異変に何らかの関係があるのではと王様にお話ししたのです。そうです、トロノコさんの家に来たあの怪しい老人のことです。はい、で数人の兵士と共に城をお出になられたと。そして何の音沙汰もないと。その老人の家にも行きましたが、王様おろか老人の姿もありません。草原や山々など今やこの国のあちらこちらが次々と不思議のダンジョンと化しておりますと。はい、王様、あ、それで探し出してくれなのか。どこ行ってもいいって感じなのか。って言われてもね。うん、まあ、これまだチュートリアル言っとんな。一体どこへ、ヒントがないっていうか、ノーヒント、ここはちょっと待って、このダンジョンどこでもいいのかな、わかんないんですよ。わからんこともねあるよ。はい、銀行を預けて、あそこだけなんかな。冒険者の宿、まずパンは、パンはどうなった、パン屋さんは。これか、どのパンに出しましょうか。魔法のパン、巨大なパンあるね。それぐらい、1個ぐらい、最初の1個ぐらいタダでくれや、お前ついていったったかな。ねえ、いや入らへん、
ちょっと待って、もう入らんでいいでしょこんなとこ。これはレミー魔法や近日回転をレベルアップしたいときはよろしくね。老人の家っていうのがあんのよ。老人の家、ここのとこお城の方がバタバタするらしいけどね。ねえ、なんかあったのか。いいえ、噂好きのおばさんめんどくせえな。みんなに言いふらすからさ、言いふらすやろ。ほら絶対、王様が行方不明になっちゃったって。あ、いたいた、言いふらした。言いふらさないとフラグ立たないでしょうからね。影で薄い村長、何何してくれんの。村の名前いいいいいいですわ、いいですいいです。村村村のままで。老人はいません。おそらく火吹山へ向かったものと思われます。火吹山には古の精霊が住むとの言い伝えがあります。火吹山へ行けるんだった。これやん絶対。いやもうダンジョンええ言うてもてるやん。じゃあ冒険者の宿に行くか。冒険者のための宿だ。その腹を見りゃ分かるぜ、あんたが冒険者じゃねえことはよ。やかましやおら、じゃかしやおら。パンの巻物で怒り出した。なんで持ち物は突然パンに変わった。ああ、ダイエット中っていうのに全く。プンプン、ダンジョンへ。火吹山、あ、もう入ってもた。オッケー、じゃあ次回火吹山行きますね。とりあえずやっと本格的なダンジョンスタートかなという感じはします。楽しみ。